チャオ、あっちゃんです。今日は4月の6日、木曜日、はい。新年度新学期の始まりです。子供ちゃんたちね、今日から学校へ登校しました。はい、ということでね、今日はね、いつもより、まあ、春休みちょっとダラダラしてるね、朝ごはん遅かったりとかいろいろあってんけども、まあ、いつも通りぐらい8時30分にあっちゃん朝ごはんです。ちょうど今送り出したところです。はい、もうね、久々の投稿ってなると、バタバタ、バタバタと朝はもう慌ただしくね。これまだね、小中で、お弁当じゃないからね、まだましだけど、これお弁当になったらね、あと1時間とか、高校によったらね、下手したら2時間ぐらい早く起きんとあかんからね、もう5時起きとか、なっちゃうのやろな。うん。今はね、まあ、7時ぐらいに起きて、うん。で、7時20分ぐらいに子供を起こしたらね、十分間に合うんでね、8時ぐらいに登校するからね。まあまあまあ、そんな話はあれなんで、うん。8時。今日は、コウ君とピクルスのピザトーストです。では、いただきます。あ、うん。とにかく絶対核実験はしてはいけませんというメッセージを送っているんですが、果たしてピクルス合う、うん、ピクルスとコウ君すごいいい、うん。うん、美味しいじゃん。やはり自分たちはこれだけ脅威なんだよっていうことをアメリカに言ってるっていうのがいいんですか。中国の国っていうのは変にブラックコーヒーです。アメリカが中国の人たちが足りないからこんなになっちゃったじゃないかと思っても批判してる、うん、その米中首脳会談の中に中国は何もしてないわけではありません、うん、それだけのものを北朝鮮が突きつけているんですという、だからこのタイミングでこの情報が出てくるんですね。それからさっき2回の話なんですけども、エスカド ER であると、これは短距離弾道ミサイルなんです、うん、それで中距離というのは3000キロから5500キロ射程が、うん、ですからちょっと情報が切迫してますね。それからこの段階でミサイルを特定しようとするのは情報戦なんですよ、うん、だからアメリカがその中国と首脳会談の前でこれを否定して見せているのは、全てが真実かどうかは注意深く我々も見える。うちは把握してるんだぞということをね、持てるんです、はい、もう一つ気になりますのは、昨日ミサイルが発射されたことによるアメリカの対応なんですが、うわ、おはから北朝鮮のミサイルの話ばっかり、昨日は言った方がいい、うん、ロックチャンネルは森友学園に変わった。大阪地検特捜部がある告発状を受理。ロシア第二の都市サンクトペテルブルクで発生した、うん、ロシア乗ってるんだ、かなり無茶ぶられてそこで汗を思うんですけれども、さあそこでですね、こういったコメント、アメリカはどう捉えるか。森友学園の参考人証チャレンジの安倍昭恵してほしいな大疑惑はあの人やと思うよ。今ですね、こちらではホワイトハウスが朝鮮問題はもう時間にう夫人好きの谷さんを切り捨てたしね、ひどいなぁ思って、自分が責任を持って解決するというふうに会見で話しましたが、これは北朝鮮のことを聞かれていなかったときに自ら切り出してこう宣言したんですね。非常に強い思いを持ってこう伺わせました。今こちらでは北朝鮮に対してアメリカは3つの選択肢を持っていると言われております。1つ目は経済制裁なんですけれども、これは今日始まります米中首脳会談でメインテーマになると見られておりますけれども、中国がですね、以前国連が採択された経済制裁を守っていないようだという一部報道があるんですね。アメリカは中国にその事実を求めております。中国は米韓の軍事演習を中止というの、米韓で軍事演習された中国嫌やもんね、真横で。透明と今は見られているんです。逆にですね、刺激になっているから米韓軍事演習をやめてほしいという立場も取っていますから、対北朝鮮でこの両国の足並みが揃うかどうかは透明な状況なんです、うん。そして2つ目はですね、過去に本人が発言していましたこんな方法です。トランプが北朝鮮のキム・ジョンが来たら、
正式な食事会は晩餐会はせえへんで、ハンバーガーでも食べながらってアメリカにアメリカにどうかトランプ大統領はかつてからですね、北朝鮮が実験をやめないようであればその施設を攻撃してしまえばいいという考えを空爆するそして今回ですね、ホワイトハウスに過激やな過激やな、過激やけどなんていうかな、トランプってなんかそういうんだけど口ではひどいこと言うけど、なんか平和的解決するのだよね。なんかすごい冷静な感じがする、トランプって。口ではひどいこと言うけど。はい、わかりました。まあ、しかし、軍事行動もゼロではないと、この辺も微妙な言い回しだったんですけど、ね、ただ、そのハンバーガーの話ですけども、うん、あれを言ってから、北朝鮮の核実験も、それからミサイル発射もずっとやってなかったんです、うん、ところが1月に、インタビューでトランプ大統領が、もうトゥーレイトだと、うん、もう遅すぎると、会談する気がないって言ったんですね。その後でこの間の日米首脳会談の中に北朝鮮2部があった、航空のピザソースをしたんだけど、うん、ピクルス足すだけで、うん、味に深みが出るよ、美味しいよ、うん、これおすすめです、うん、その今のもう一段先まで行ってるっていうのが、まあ、ピクルス、うん、イケアの刻みピクルスがすごい使いやすくていいんだけど、まあ、普通に市販のこんな短いキュウリのピクルスの瓶詰めあるから、業務スーパーとかにもあるから、ああいうの使うのも結構いいかも、安いしね。まあ自分で作ってもいいんだけどね。ピクルスね、自分で作った好きな味付けできるしやねんけど、まあでも市販のピクルスも美味しいからね。うん、結構ピクルス好きで、マクドでも増してもらいたいぐらいやねんけど。あっちゃん友達ピクルス嫌いってピクルス残すからもう知ってるからさっきちょうだいってもらうねんけど、うん、まあまあまあそんな話どうでもいいねんけど、うん、ピクルスがね結構好きなあっちゃんでございます。あっちゃんそんな話どうでもいいね、うん、今日もね子供は今日もって今日から子供学校行ったから、うん、いろいろまた時間が空いてくる。まあ今日は帰ってくるの早いねん、多分10時うん、1時間ちょっとしたらもう帰ってくるから、今日はもうあれやから始業式と、先生の離着任式だけやから、まあ、あっちもに帰ってくんねんけど、うん、ああね、今年は誰が担任になるのか寮はねもう今年3年生やから、うん、大切な時期やからね、親身になってくれる先生が担任になってくれたら嬉しいねんけどね、うん、光は小学校6年生、二人とももう最終学年やから、うん、ね、楽しい思い出が残るような学年にしてほしいなと思って、うん、っていうことでね、今日あっちゃんは6日やけどね、この動画があるのは7日金曜日やねんけども、7日金曜日も学校始まって2日目もうぼちぼち担任も決まってクラスも決まってで週末に入んねんけどもはい、ね、うん、クラス替えがやっぱある、2クラスになってるから、うん、1クラスでもいけるらしいねんけど2クラスぐらいに分けた方がってことでの人数ね、うん、中学校はまあね49人いてるから1クラスではちょっと狭い、2クラスにしたらちょっと少ないぐらいねんけど、まあ、2クラスにしてクラス分けがあるから、うん、やっぱり両方友達すごい仲のいい友達がおるんだけど、そのこと一緒やったらいいのになー言って、うん、まあクラス変わってもね、隣のクラスやから、遊びに来たりとかするらしいけどもね、でまあなんかね、学級単位ってあっちゃんの時って学級変わったら友達やったんが離れてまた違う友達と遊んだりしててんけど、今違うみたいで
がもう学年40何人しか行ってないから学年みんなが友達みたいらしい。でその中でまあ特別仲のいい子とか行ったり来たりする子とかがあるみたいねんけど、でも仲のいい子よう遊びに来んねんけどね。でうちでプレフォーしたりしてるけど結局来てゲームかよみたいねんけど、まあ、まあまあ楽しく遊んでりゃいいかみたいな、うん、そんな感じでね。まあ多分ね今日明日今日始業式で明日あれやから明日まだ半日やからね、明日で金曜日ね、だからどうせまた今日は遊びに来ると思うまあいいけど、はい、ということでね今日は米韓合同軍事演習ではジョン氏の暗殺を狙った。そう、お買い物行かなあかんね、あちゃんね。今日行くか明日行くか迷ってんねんけど、そうかも週末にね、うん、行ってもいいねんけど、うん、子供の服も買いに行かなあかんし、うん、ちょっといるもんがあるんで、うん、出かけしたいねんけどね。なかなかね、もうそろそろ子供の服もね、こんなんいらん、あんなんいらん言う年で。で、サイズがね、微妙やからね、通販で、あっちゃったらもうサイズもうこれでいいやって買うんだけど、子供のってサイズ合わへんかったりするから、うん、なんか通販で買えへんねんね。で、結構その、サイズにうるさいねん。で、これ大きいブカブカとか、これ小さいとか、ね、だから、ぴったりサイズぐらいが欲しいらしいねん。だから試着のあるところでやらんとあかんから、うん、試着とか宣伝では通販でねちょっと一回りまだまだ性能伸びると思うから一回り大きいの買うときゃいいのに、なんかブカブカないらんとめんどくさいわ男の子、まあ、女の子もかな、思春期入ったらそんなもんかな、うん、逆にねファッションに無頓着では困るしなと思ってまあ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 そんなことどうでもいいね、そんなでも言ってそうこじゃれたのを着るかやったらそうでもない、これちょっとかっこいいからって選んだらとか言う、もっと楽なんがいいとか言うんだけど、ちょっとねシャツ系なんを着せたいねんけど、シャツ系着て上からジャケット羽織るみたいな感じでちょっとこじゃれた格好させたいんだけど、イランっていうの、まあまあまあその話はどうでもいいねんけどもね、今日もね、まあ、みんな一緒に食べてくれてありがとうね、うん、で今日もあーちゃんとこのこの近くの学校は始業式、昨日始業式やって言ってくれてた人、昨日って、まあ水曜日始業式やって言ってくれてた人もいてたしね、まあ、全国共通じゃなさそうなんで、でねんけども、まあ、今週ぐらいから始業式で、今週から来週ぐらいに入学式が始まるんやと思うんだけどね、春はね、これから新しく一歩踏み出す時期です。みんな楽しくね、ウキ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 して、楽しく楽しく新年度を迎えてください。はい、で社会人の人はね、あんまり浮き足立っててもダメやねんけども、かっちゅて春はね、ウキウキするシーズンなんで、ウキウキワクワク楽しく楽しくお仕事してください。楽しむことで見えるものはいっぱい見えてくる。いやいやすることで見えるものは見えてこないんでね、楽しく楽しくやることによって、嫌なものが嫌じゃなくなってきたりするんで、人生楽しくいきましょうっていうことで、今日のあっちゃんの朝ごはんこの辺で終わりにしたいと思います。今日は金曜日、この動画が上がるのは金曜日やからね、今日一日頑張ったら明日明後日お休みです。明日明後日お仕事の人は、今日は温存して明日明後日に備えてください。多分今日の晩金曜日やからライブするかもわからないんで、わかんない、まだ今のところで定期ライブやねんけど、ちょっと最近ね夜バタバタしたりとか体調がとかねいろいろあってね、やっぱりねライブってコメント目で追うからすごい目疲れんねんね正直。だから本番はね春休みやし時間あったからいっぱいライブしたかったんけども、目が疲れてねライブができへんかって、コメント読めへんかったあれなんでね、まあそれもねある程度克服できたら、チャンネル、またライブもしてみんなと楽しく交流したいと思ってますっていうことで、春お花見とかねいろいろまた行きたいと思うし、またそれも、固まったら告知して、楽しくいろんなイベントしていきたいと思います。はい、ということでね、はい、今日のあっちゃんさ、エンジンかけて、エンジンがもうかかってるけど、さあスタートしましょうというところで、みんなも、今日は気をつけて、お仕事学校行ってきてください。ではまたね、バイバイ、次の動画でお会いしましょう。